涛の攻め。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。なあ、聞いたか、ついにこの辺に五渡米道が現れたそうだ。五渡米道？なんだそりゃ。今騒ぎになっているのは黄巾とかいう連中じゃなかったのか？そいつらがいるのは洛陽より東だ。西では五渡米道ってやつらが世直しだって言って立ち上がったそうだぜ。へえ。って待てよ、その連中が来たってことは。ああ、この辺りで戦が起こるってことだ。五渡米道を見かけた奴の話じゃ、女の子が巻き込まれてたらしいぞ。本当か？俺たちまで巻き込まれたんじゃたまらねえ。荷物まとめて逃げる準備をしねえと。へえ、この辺りで人騒ぎあるのか。こりゃ暴れがいがありそうだぜ。カユウ、身の丈九尺を超える立派な体格の将である。熱しやすく冷めやすい性格で豪遊の持ち主だが、彼は誰にも使えず、ひたすら武を磨く日々を送っていた。よっしゃ、まずはその後藤なんとかっての一発のしてやるとするか。ついでに女の子ってのも助けてやりゃいいだろう。カユウ様の初陣、派手にやるぜ。女の子が巻き込まれてるってことだったな。ま、暴れるついでに助けてやるか。
様から任された席、抜かせはしない。大して強そうじゃねえな。やれじゃねえか。肩慣らしにはちょうどいい。ほら、暴れまくるぜ。まだまだ終わらねえぜ。そうじゃねえな。まあ、肩慣らしにはちょうどいい。どけや。力では止められぬか。
せい、はっ、よっ、はっ。ところに兵糧庫か。ぶっ潰しといた方が良さそうだな。兵糧庫は我らの命綱、何としても守るのだ。いるぜ。楽しかったぜ。兵糧庫が破壊されただと、我が秘術が使えんではないか。こうなっては致し方ない。全軍をもってあの邪魔者どもを始末する。となり決起した者は一人の男に阻まれようとは。見たか、俺は強い、誰にも負けねえ。品のない笑い方ね。まあ使い道はありそうなやつだけど。まったく、ようやく助けが来たかと思えばこんな品のないやつだなんて。他にもっとマシなのはいなかったのかしら。なんだ、それが助けてもらっておいて吐くセリフか。まあいいぜ、
俺は暴れたくて暴れてたんだからよ。お前を助けたのはそのついでだ。礼なんてもらいたくてやったわけじゃねえ。私を助けに来たんじゃないですって。お前は一体何者？俺はカユ。一人で鍛錬してるのも飽きたんで、誰か相手に暴れたかっただけだ。何者なんてもんじゃねえよ。ただ暴れたかったね。お前そんなに暴れたいの？なら私についてきなさい。私のおじい様は黄金討伐の一軍を任せられているの。そこへ行く途中だったからちょうどいいわ。お前をおじい様の手下にしてあげる。そうすればお前も軍の一員として黄金相手に暴れられるわよ。て、手下だ？なんで俺が知らねえ奴の手下になんか。そうと決まれば早く行くわよ。おじい様を待たせては悪いでしょ。言い忘れたわ。私の名前は東伯。おじい様の手下になるなら東伯様って呼びなさい。いいわね。なんなんだあいつ、勝手に話進めやがって。けどまあ暴れられるなら誰かの手下になっても構わねえか。黄金が敵となりゃもっと大軍相手に暴れられるだろうしな。まついていってみるとすっか。おお、姫、こんなところで何をしておるのだ。もちろんおじい様の力になるために来たの。それに手下になりたいってやつがいたから連れてきたわ。こいつカユウっていうの。品はないけど腕はそこそこ立つわよ。カユウ、何を突っ立ってるの。早くおじい様にご挨拶なさい。なんだかよくわからねえが、黄金相手に暴れられるってんでついてきたぜ。まあよろしく頼むわ。ちょっと口の利き方に気をつけなさい。おじい様に失礼でしょ。姫、よいよい、せっかくの可愛い顔が怒ると台無しじゃぞ。カユとか言ったな。お前、わしの軍を率いて前線に向かえ。わしはこのままここに残る。お、いきなり好きに暴れていいのか。こりゃ願ってもねえ話だぜ。軍を率いるってのもいっぺんやってみたかったしよ。おじい様、いいの？まだこいつの戦いぶりすら知らないのに。だからこそよ。カユ、使えるかどうか戦いの中で見極めてやる。ここで軍を束ねられぬようではお前などいらぬわ。なるほど、試験と実践を兼ねるわけね。さすがはおじい様だわ。カユウ、お前は東卓軍の将としてしっかりと手柄を立ててきなさい。おじい様の顔に泥を塗ったら承知しないから。任せとけ。黄金の連中なんざ俺が軽くひねってやるぜ。よっしゃ、黄金島は俺がぶっ潰す。東卓殿の期待に応えてみせるぜ。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。へい、いらっしゃい。
毎度どうも。差を知らぬらしい。みんな、あやつらを打ち果たすのだ。あれは証券殿の軍勢か。戦闘が出過ぎているようだな。力を貸せ。あの地を抑えるぞ。進め。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。この屈辱は昇格様が晴らしてくださる。覚悟しておくんだな。なかなか楽しかったぜ。
典をいただく輩など敵ではないわ。いよ、聴覚様より授かった完璧な布陣をこちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。ほう、なかなか見事な陣形だが、鍛錬するとどこかにほころびがあろう。逃げんなよ。うわ、ここで防御体制を取るのだ。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。なかなか楽しかったぜ。敵の陣を突破できたか。逃げんなよ。自分の働きに感謝せねばならんな。将軍の力、さあ本物がどれか見極めてみよう。逃げんなよ。なんだこいつ、増えたぞ。暴れがいがありそうだ。まだまだ終わりではないぞ。これでどうだ。こいつはいい、いくらでも暴れられるぜ。私は偽物だ。残念だったな。貴様ごときに本物が見抜けるはずがないわ。どうでや。次にやられていく。蒼天の獣よ。Yeah!
破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。この戦線を突破できたか。よし、この勢いのまま進軍するぞ。終わりか。まだいけるのに。まあ楽しめたからよしとするか。まあなかなか楽しかったぜ。奴らが町中に。誰か助けてくれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。逃げんなよ。私たちで守るぞ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。なんだお前ら。この再起はな、例の兵とは全く関係ねえぞ。やっちまった。今日の再起は無事なのか。逃げんなよ。総崩れになるなんて。これ以上は無理だ。撤退するぞ。戻って策の練り直しだ。まあなかなか楽しかったぜ。ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。
敵の数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。はっ、方針殿、言葉を慎まれ。兵に聞こえては士気に関わります。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将火竜が討ち取ったぞ。これで勝ったと思うなよ。嘘だろ、全員倒されちまうなんて。助けてくれ。おかげで窮地を脱することができた。救援感謝する。まあ、なかなか楽しかった。ここまで追い詰められるとは。黄金刀の力見誤ったか。官軍など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。敵の痛いところをついてもらうか。狙うはあの地だ。行くぞ。あの地を抑えるぞ。進め。敵の痛いところをついてやるか。狙うはあの地だ。行くぞ。
しょう。私の罠に翻弄されるがよい。おじい様の役に立ちたくて来たけど、こいつらの変な力のせいで進めないわ。あの娘、長宝様の術に手間取っているぞ。今のうちに討ち取ってしまえ。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。このどもかかれ。助けていただきありがとうございます。このご恩は忘れません。まあ、なかなか楽しかったぜ。今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち果たすのだ。いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば活路も開けようが。ここは捨てるしかないか。総閣様、あなたを信じております。カビオ殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。まあ、なかなか楽しかったぜ。よくやった。その働き覚えておく。
死す。この点まさに立つべし。モングども、縁の奇跡を見よ。俺は力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。誰も生み出した兵が消えただと。あとは再起を壊されたか。天よ、鮮烈なる雷の力を我に与えよ。なんだこりゃ。コキッドってのは妙な力を使いやがるぜ。任務成功か。狙いは定まった。雷が止められたか。これでは東からの侵入を許してしまう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。狙いは定まった。敵が
足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の狙いはこの地と見た。子供、守備を固めよう。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。やるじゃねえか。のけものめ、王子が苦しむよ。天はお許しにならぬ。敵将、左右が討ち取ったぞ。ドーキン島を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。ハハハ、公金なんて大したことねえな。俺にかなうやつなんざ誰もいねえ。天下で一番強いのはこの海遊様よ。海遊、お前の働きでおじい様の名が上がったわ。初陣にしては悪くない働きだったわよ。さすがは姫じゃ。こいつを連れてきた眼力、大したものよの。こたびの戦果は上々であった。しかしまだ撤退の命が出たわけではない。引き続き黄金の残党の総統に注力せよ。残党を蹴散らせばおじい様の名はますます上がるわね。ほら海遊、さっさと行くわよ。あれほど愚直な奴もそうはおりませんな。いきなり先方を任されたとなれば波の将は不審に思いましょう。ですがあやつは喜んで前線へ赴きました。よく言えば根からの戦好きと言えましょう。悪く言えばただの戦馬鹿よ。だがそれがいい。その単純さ使えそうよな。